ジャンフランソワ・ベルナールジャンフランソワ・ベルナールは、フランスにエーブル県、リュズイ出身の元自転車競技選手。1983年、国内選手権、アマチュアロードレース優勝。1984年、ベルナール・イノーが中心となって結成された、ラビ・クレールと契約を結んで、プロ転校。 1986年、ツールメディテラネアン総合優勝、ドーフィネ・リベレで、区間2勝を挙げた実績が評価されて、ツールド・フランスに初出場。区間1勝を挙げ、総合12位に入った。1987年、パリ・ニース総合2位。ジロでイタリアでは、区間1勝を挙げた。さらに、不慮の事故により、同年のツールド・フランスに参加できなくなった。 チームメイトのグレッグレモンの代役として、ラビクレールから、チーム名称が変わった、東芝のリーダーとして参加。第18ステージに組まれた、モンバントがゴールの個人タイムトライアルにおいて、序盤の平坦地点と、モンバントへ向かう、山岳地点とで、自転車を変えて走るという作戦を実らせ区間優勝。さらに同ステージ終了後総合首位に立ち、マイオジョーヌをダッシュした。 しかし、このステージにおける激走がたたって、翌19ステージで凡走したため、わずか1日でマイオ、舞を上るを手放した。しかしながらその後も総合優勝争いに踏みとどまり、最終ステージ一つ手前の第24ステージの ITT も制し、総合優勝のステファン・ロッシュに2分13秒差の3位と、検討した。百八十八年、レモンが、 pdm に移籍したことから、名実ともに、東芝のリーダーとして君臨。同年のジローでイタリアでは、第3ステージまで、マリアローザを着用。また、第1、8、15ステージを制したが、序盤ステージで遭遇した、クラッシュ事故の影響を受け、リタイアを余儀なくされた。ジローで負った怪我が完全に言えないまま参加した。 同年のツール・ド・フランスでは全く制裁を、下き途中棄権。加えて、翌1989年には、左膝等の手術のため、ほとんどレースに出ることさえできなかった。1990年も、怪我の影響が完全に言えず、ブエルター・エスパーニャでこそ、区間一勝を挙げたが、ツール・ド・フランスでは途中棄権。さらに、ローランジャラ・ラベールの台頭が、 明確化したこともあり、同年限りで東芝を退団した。1991年、ペドロ・デルガドを筆頭に、対等一いミゲル・インドラインが在籍する、バネストに移籍。ツール・ド・フランスでは、途中ステージから、デルガドと共にインドラインのアシストに回り、インドラインの初の総合優勝に貢献する形となった。1992年、 パリ・ニースとクリテリウム・アンテル・ナシオナルで総合優勝を果たした。バネストには1994年まで在籍。その後、1995年にシャザル、1996年にアグリジェル・イコール・ラ・クルーズに在籍し、1996年、限りで引退した。現在は、レキップ神のアドバイザー及び、 レキップ TV 並びにユーロスポートの解説者を務めている。ありがとうございます。